あんま覚えてます？堂本兄弟はグランドスポンサーの提供でお送りします。見るより大きいです、うん、さあお土産を、はい、お土産をね持ってきていただきました。いただきました。これはこれは疲労の松庵っていう、多分米倉さんも、あ、そうや、松庵持ってきてくれたね、ええ、さあどっち、あんずと黒ごま、ガックンは僕水をメスミさん質問ある人、なんか質問ある人いないの？はい、おっ来た、マークちゃん、ここで聞かないといけなかった。なになに、身長は何センチぐらい？さっきちっちゃい、ちっちゃい男どう思う？私は全然気にならない。全然気にならない。例えば恋人、自分よりちっちゃくても全然気にならない。身長は全然気にならない。おお、じゃあ逆にどこが気になるんですか？身長は、身長はまあちっちゃくてもよしと。ここはでもやっぱりな、こうでないとなっていう、こう何を俺に助けを求めて。いや、なんかないんですか？胸？胸？珍しいですね。なんかこうスーッ、なんかスーッてしてると素敵じゃないですか。私あんまりこう姿勢が悪い人はミントの歯とかこういっぱいついてたら多分常にしてると思うんですけど、ガックンは女の人のどこ見る？鎖骨。鎖骨ね。鎖骨ね。でもね、おっしゃってる雰囲気は多分似てると思います。あとうなじ。お、うなじ。あと背骨。正面に立ってこうくるっと回して、なんかカイロプラクティックの人が立つのをピーッと下ろしていいな。堂本ランキングコミュニファイ、まず第5位、エスミさんはジャージの上下という姿で近くのスーパーを訪れ、大量のワインとチーズを買い込んでいるらしい。さあ、これはどうなのかな？これはですね、はい、確かにワインは買いました。ワインは買った、はい、もうで、ジャージも着てました。着た、はい、どんなジャージ着るんですか？ジャージはですね、普段は着ないんですけども、その時に限ってあのアリーナのジャージを私着てたんですよ、園児の、はい、で、それでどうしても友達にワインを頼まれて、
宮崎に送らなきゃいけなかった時にたまたま。ああ、じゃあ当たってんだ、うん、チーズはでも買うてんやよと。チーズは多分自分の家用に多分買いましたけども、大量ではないです。それは普通にモッツァレラなのかしか知らないんですけど思いつきやな、ほんまに。え、ガックンはジャージは着る？もう着るよ。あ、どういう系？あの、パンツはこうなってて、こうなってるやつそうそうそう、スパーリングとかやるときによく着る。スパーリング？ちょっと待って、誰とすんの？あの、なんで私生活でスパーリングをやってるの？するでしょ。いや、しない。当たり前のように言われてもね。さあ、続いていきましょう。第4位、はい、ドラマの収録をしているときは家中に所狭しと花を飾りまくっているらしい。普段もお花好きで飾るんですけども、うん、はい、やっぱ特にドラマが始まっちゃうと、ええ、もう家に帰るかスタジオにいるかじゃないですか、はいはい、そういうときにやっぱりこう抜けないじゃないですか、スタジオのこう、ああいうなんかこの、で30分後には家に帰っちゃうじゃないですか、で寝れないんですよ。あ、テンション上がってて。ですから花とかがあるとすごく心がこう。うち今ねバナナの木あるよ。へえ、なります？バナナなるのかな、あれ育てたら。作った方がいいよ、ちゃんとバナナをでバナナができたら、あのあれだよ、あの春巻きの皮みたいなやつでさ巻いて揚げて食べると前よく、あのあっちの台湾とか、ね、そういうところでおやつで作ったよ、僕この間。へ、うん、こう切ってね、長めに切ってこう巻いていくのよ、うん、すごい寂しかったガックは花はうちにいっぱい、うん、あ、いっぱいある花、はい、花好きな人みんなお好きでしょ、うん、ガッツン、花あるの？お家に、お家に花がいっぱいあるんだよね。なんで手を挙げない？なんで今手を挙げてないの？花好きじゃないの？嫌いだから嫌いだけどあるんだ、いっぱいうちにある花は全部象牙なの。あ、象牙じゃない、象牙うなずいてたじゃん。トークしてる時ってさ、リズムがあるじゃない。間違った言葉が入ってきたのって言っちゃうの。さあ、続いていきましょう。こちらが整えております。第3位。江住さんはお風呂とトイレが異常に長いらしい。お風呂は確かに長いですけど、はい、トイレは普通です。確かにトイレはね、終わったらゼロっていう話です。トイレは長くないと。これは違うと。お風呂は長い。お風呂は確かに。お風呂で何をしてるんですか。だいたい1時間ちょっとぐらいは入ってるんですけども、うん、本読んだり、うん、映画見たりしてます。映画を？テレビデオがあるんです。ああ、うん。防水の。防水じゃないと壊れちゃうよ。いや、大丈夫です。今のところ。あれね、寮にやって潰れたもんな、あれ。あ、変わったね。壊れちゃいました。一回壊れて、あのボタン押しちゃう。なんか、思い出深いなと思って。さあ、こんな噂。第2位。第2位。今まで何回もキスシーンを演じてきた江住さんは、最長5分というキスの記録を持っているらしい。これは長い。これはすごい。今やってるドラマの、うん、収録の時のことだと思うんですけども、うん、その時の、多分2回目のラストシーンのキスシーンがオンエアで4分ぐらいだったと思う、その4分ってどうするんですか。あ、ですからあの撮る時は多分10分以上回してますね。でそこでいいところをつまんで最終的に4分。そうです。初めてキスシーンをしたのは今すごい曖昧に聞きました。僕も何を笑ってるんですか。いいですよ、仕事でも仕事でもね。初めての仕事でのキスシーン、うん、
仕事でのですか。あ、いいですよ、プライベートで聞きました。プライベートでも、仕事でも覚えてないですね。あ、覚えてないですか。うん、あ、覚えてます。男の唇って柔らかいですよ。いや、なんで知ってんの。なんでサマーズなんだよ。知ってんの？なんで？いや、俺もやっぱりツングとかと一緒したことがある。え、ツーさんと？なぜか。え、男の人と男の人のキスの話今。そう。でも嫌じゃない。見てるよ。エスミさん見てるよ。すごく見てる。すごくエスミさん。ありますか？大好きだよ。うたがっくん。なんでダメ？いやいやいや。だけどさ、うん、なんかほらしたいなと思った時にさ、たまたま相手が男だったら、うん、しょうがないじゃん。これどうしたらはないと思うんだけど。さあ、というわけでいよいよ来ました、野本ランキングコミュニティ5、うん、第1位。第1位です。エスミさん、お酒を飲んで酔っ払うと人の鼻をペロペロ舐め回しているらしい。これは、うん、あの、全くない。え、全くない。一回もした時ない。でも今動揺しましたよ。うん、こういう噂があるっていうのはご本人知ってました？知らない。あ、知らない。酔っ払うとどんな感じ。どんな感じに。え、なんかすごいテンション高くなっちゃうとか。いや、私もともとお酒はそんなに飲めないんですよ。ああ、ですから。じゃあ本当にちょっとで。そうです。まあ、あのお酒だけじゃなくても他になんか癖ってありますか？はい、癖ですか。自分の癖。何だろう、特にはないと思いますけども。 ないですか。多分ガックンはそういう癖ある。ここ見える女の人いるでしょ。まあ、うん、そうだけど綺麗だなとかって思うとこうポキッと回したくなる。からお伺いしてるとすごいなんかソフトな部分と、なんかこうこういうことしてるとかっていうすごいハードな部分と、ガックン両方兼ね備えてらっしゃる。ガックンはね、ほんとね、そう、ええ、いろいろだからほんとね、ガックンの全てを知るには相当時間がかかると思う。そうですね。僕はもう通じ合ってるけどね。ガックンとね。交わないじゃん。言われると照れるね。またまた新コーナーですね。というわけで、堂本ランキングココメロ5。ゲストの方の心に残る、ご自身にとって名曲をカウントダウンして、紹介していくコーナーでございます。江住さん、自宅で音楽聴いたりされますか？そうですね、ゆっくりできるときは聴いてます。あ、邦楽、洋楽、いろいろですね。ジャンル問わず、うん、はい、そうです。なるほど、さあ、そんな江住さんのココメロ、まず第5位。この子、更新曲だ。これ、なんでまた、これ、クラシック。ええ、あの、ピアノをずっと習ってまして。お、ええ、ピアノ似合いますね。そうですか。ピアノといえばガックン。6歳の頃の発表会で弾いた曲だったんだよね。すごく、あの、私は小学校の時に初めてのレコードをやっぱりピアノの名曲集みたいなの買ってもらったんですよ。で、トルコ行進曲がすごく弾きたくて楽譜を買って、あの、練習したりしてました。どんどん速くなっていくんだよね、弾いていくと。どんな風になるの。どん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 、最初絶対ゆっくり弾けって言われるの。ラリ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 タラリララティラリラタラリラタラリラララ。どん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 速くなっていくんだ。すごい思い出の曲です。思い出の曲なんだ。さあ、続いて第4位。はい、ガンズ&ローゼスのノーメンバーレイン。
ガンズお好きなんですか？思い出の曲ですね。あの最近は活動停止してたんで、あれなんですけども、ああいうバイオリンとロックとピアノみたいな、はいはい、ああ俺も好き、うん、すごく私も好きなんですね。どんどんバックがストリングスで盛り上がっていく感じですよね。で彼らの曲がなんか一つのなんていうんですか、あの1番2番じゃなくて一つのこうなんかあのゆっくり始まってわーっと盛り上がるっていう一つの物語ストーリーになってる曲が多くて、で東京ドームに7年前ぐらいに見に行った時にやっぱすごいかっこいいなと思って。ガンズが最初に行ったコンサート？そうです、東京ドームに。で隣の女の子の友達がドラムの人のスティックを取った。すごいね。スラッシュとか見たんですよ。でスラッシュがあのグランドピアノの上に立ってギター弾いたりとか、かっこよかったです。スラッシュね、かっこいいな。お二人はどうなんですか？光源氏ですよ。スターライスターライお姉ちゃんと言ってて、僕を見た。お姉ちゃんの方を見てるわ。その喧嘩をずっとしてる。ずっとしてる。安心だな。さあ、続いてまいりました。第3位。だけど今今井美樹さんのプライドでございますが、これラブラブでも歌ってましたね。はい、このプライドはなぜ？私は今井美樹さんが好きですね。なんとなく雰囲気に似てるような気するんですけど。そうですか。私は彼女がモデルやってる時に、私は病院の病室で彼女の花丸木の CM のコマーシャルを見て、で、すごい素敵なモデルさんだなと思って、それで私もモデルになったんですよ、憧れて。そうなんだ。じゃあで、まあ、そうです。で、いろんな縁で、あの6年ぐらい前からお友達、自然にお友達になって、今もなんか心のなんか支えっていうか、ですから知れば知るほど素敵な女性です。うん、で、この曲は本当にあのすごい私は好きな曲です。詞もメロディーも、で歌ってる今井さんの表情もすごく好きです。カラオケでも歌うんですか？うん、私これしか歌えないの。カラオケでプライド、うん、すごい好き。好き、うん、今もなんかジンときちゃう。あら、うん、あ、じゃあもうこればっかりカラオケ行くと必ず、もうカラオケ行くとこればっかり。さあ、どうだろう。第2位。マドンナのボーグ、はい、マドンナかっこいいね。マドンナ、マドンナ見に行ったな。行ったね、かっこいいです。でもあのちょっと本当ね、やっぱ10代だった時代、目のやり場に非常に困りまして、ダンサーとか裸だったりするんですよ。俺だからあんまり見てないんですよね。もう裸だ、どうしようかな、どうしようかなと思って、こうチラッ、あ、やっぱまだ見られへんな、どうしようかな。ほんと端の方のなんかおっさんがこうやって踊ってやったから、こう。ボーグは安住さんにとってどういうエピソードが？そうですね、なんか自分がこうなんかこれは絶対やらなきゃっていう、こう自分をある程度こう盛り上げなきゃいけないシチュエーションってあるじゃないですか、あの例えばドラマの制作発表とか、はいはいはい、自分テンション上げないとね、そういう時に車の中で聴いたりします。あ、じゃあテンションが上がるんだこの曲は。もうちゃんとしなきゃっていう気になるんです。じゃあ自分のテーマ曲だ。そうですね、なんかこう背筋が伸びるっていうか、うん、ほうほう、うん、ディ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 ンディ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 ンみたいな。お前にとってそれか。ライガーですよね。ライガー、わかんないでしょ。わかんない。ライガー。大好き。映画？映画プロレスラー。あ、プロレスラー。ジューシーサンダーライガー。みんなもこのテンション上がる曲、自分の
なんかこうテンション上がる曲って、ね、ヒップホップなんかどうですか。えそれちょっとヒップホップ、うん、とファンクとかね、ブラックミュージック大好きだから、うん、気持ちいいですね。ポンちゃんは、うん、僕はモトリークルーっていう感じとか。マコちゃんは音楽を聴いてるとこう歌おうとしてくる。なんでやろ。だってもう北斗の拳だね。もう脱ぎたくなるよね。俺 CD 車に積んでるよ。で車を強くなった気分なんだ。強くなってないんだけど。威圧感ないよ。そのままこうカフェに入るわけ。カフェアイスミルクティー一つ。というわけで、これはラブレボリューションの主題歌にもなってる。そう。平井堅さん。そうなんです。やっぱりこれドラマに入る歌っていうのは結構気になるもんですか。気になるというか、やはりドラマって 3,4 ヶ月入ってるじゃないですか、はい、その間ずっとやっぱその そうですよね、曲がなんか頭回りませんか、うん、常に何かの時ふってこう、うん、よぎるっていうか、ですから今じゃあ一番思いが強い曲はって聞かれるとやっぱりこの曲が一番、うん、強い。え、しんさん、平井堅さんの楽園という曲に YouTube 出演なさってる。そうなの。たまたま事務所が同じで。あ、一緒なんだ。なるほど。それでそういうお話がありまして、じゃあやりましょうって。出ていただけないかと。はい、やりました。それがですから2年ぐらい前ですかね、きっと。2年前。そういうのいいよな、こう同じ事務所でさ、うん、こう出てって言って。じゃあうちの事務所に出てって言ったらリーダーとか出てる。ありがとうございました。どうですか、ここは。ここは。なんか友達の家のリビングで話してるみたいな。あ、いやいや、もうそうそうです。でも一応ライブハウスなんですけど。ね、ごめんなさい。でもすごい楽しかったです。ありがとうございます。まあ最後に申し訳ないんですが、申し訳ない。このライブハウスの定番メニューがあるんです。はい、あえて選ぶならこいつだろという人の肩をポンと叩いてください。よし、はい、どうぞ。これ叩き終わったらマイク、なんだ、叩いたら自分で叩いたって言ってもらわないとずーっとこうしない。じゃあそういうことだよね。じゃあこの前でもそうやったもんな、うん、で言ってもらおう。叩いたら終わりましたよ。どの段階か、はい、そうそう。本当にハッピータイムだね。お前も分かりやすいな。これあれでしょ、5回溜まったらどっか行けるんだ。お前ね、2回か。僕今2回。2回溜まったのは俺1回の。え、なんでですか。ですね、今控え室ずっと見てたんですよ。控え室で見てた。リハーサルは、すごく、チャレンジ精神と、一生懸命練習してらっしゃって、はいはいはい、ちょっと胸を打たれましたね。あえて選んだのよな。いや、あえてじゃないの、選んだの。いや、選んだの。グッチョイ。英語にされてる。どんな体勢が大事
ですか、江住さんは。うん、でもやっぱり気持ちがね、なんかこう一番いいですよね。ハートですよ、うん、ハート、うん、やっぱり一緒にいて楽しくて、やっぱここだよ、近づいて、おい。それはね、それは元冬木のネタ。ダメだよ、君は乳首とか言ってダメ。ダメダメ、いや、やっぱダメだな、俺言ったら。オッケー、オッケー。どうも東京大はグランドスポンサーの提供でお送りしました。